くっつかねえんだよ。わかんねえくせに言うなよ。適当なこと言うなってさっきも言ってただろうけど、俺はパパさんだわ。ちゃんと子供にもレシピ分けてる。リアル的な三枚おろしバシってやるぜ。俺だったら大量おろしの方が楽で好きかな。今子供を養ってる。俺はその準備をやってる。だからフェイクからリアルにマイクと仕事で歩み寄ってるんだ。今やってるやつが偉いんじゃね。今から登っていくやつも見とけ。だからまだ負けるわけにはいかねえ。この賞俺がもらうだけ。終了。本戦に向けて一言お願いします。飲んでますか。ラップが一番のつまみになる。でも美味しい料理もある。みんな楽しんでいきましょう。頑張ります。ありがとうございます。それではここまでおいしいお酒と冬のも用意してますので、がっつり食べながら飲みながら楽しんでいただければと思います。そして当日予選を優勝したのは MC 妖怪。接着剤使ってますよ。今覚えてます買ってください。ありがとうございます、優勝することができたのは、声を上げていただいた方々の皆さんだと思います。この後ですね、グラチャン以外にも実はその後、その前に、ね、ライブもありますので、ぜひそれも楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。